僕はですね、ぴょこたんという名前で、こういう漫画を描いているものです。僕は任天堂信者。いや、今日はですね、すごいですよ。皆さん。カルチャーブレーン特集。今日はもうね、これゲーム業界のね、歴史が変わる日だから、今日は。で、まずそもそもですね、僕はですね、高校を出てからゲーム、僕はもともとファミコンの頃からずっとゲームをやってきてるんですよ。人生をゲームに捧げてきてるわけですよ。で、ゲームといえば、やっぱり、ファミコンからさ、うん。で、こういうスーパーチャイニーズ、飛龍の剣、このあたりを経由してですね、で、僕がその時に高校を卒業した時に、大学、進学校から高校を卒業してですね、大学行くっていう選択肢をまず消しました。そしてどこに行ったかって言ったら、まあ、ここなんですよ。カルチャーブレインコンピュータアート学院っていうですね、誰もその知らない1学年にね、20人ぐらいしかいないような、そういうところにですね、行きまして、これすごいでしょ。そこに行きまして、で、2年間ね、そのゲームに関する何かを学んだりしつつ、皆さんカルチャーブレインって知ってますか、そもそも。スーパーチャイニーズ、大体この3本柱なんですよ。3本柱。飛龍の剣、スーパーチャイニーズ、ウルトラベースボール。で、僕はここに入ったことでですね、ゲーム業界の現場とかを目の当たりにして、で、その学生時代に漫画も並行してやってて、ゲームクリエイターなのか漫画家になるかっていうのをね、葛藤がすごいあったの。だけど、やっぱ目の前でバーチャル飛龍の剣を作りながら、ぶっ倒れてる先輩とかを見ながら、ここ行くとちょっと大変そうだっていう僕のね、ヘタレ意識が働きまして、で、それで結局漫画家にならせていただいたんですけど、でもね、やっぱプログラムとかも、そしてですね、このカルチャーブレインを創立時代からずっと支えてた、まあ実質社長のと同じ友達っていうか、ナンバー2の遠藤さんっていうですね、ゲーム王国とかでもいつもこういうソフトの紹介をしてた遠藤さんがですね、癌になられたっていう情報をツイッター上で知りまして、で、僕はやっぱ遠藤さんにはずっとお世話になったっていうこともあって、思い切ってですね、卒業もろくにしてないんですけど、それぶりに連絡をしてみたの。遠藤さんに会いたいなと思って。うん。ちょっとね、その前にツイッターで一悶着あって、こいつは口の軽いクソ野郎だっていう印象を受けたまんまの状態でいたんで、このまま、これはいかんいかんと思って連絡をしてみたんですよ。そしたら今日、その遠藤さんが、ここに来てくれてます。これすごいよ、本当に。じゃあ、そういうわけでですね、カルチャーブレインの我らがボスの遠藤さん、ちょっとご登場いただきます。はい。こんにちは。はい。ありがとうございます。本当に来ていただいて。お久しぶりでございます。いや、でも本当その説はお世話になりました。学生時代。はい。いや、もうほら、すごいですよ。ほら、みんなもう、はい。いや、これね、すごいんですよ。ゲーム王国で番組でも、カルチャーブレインのゲーム紹介したの、全部遠藤さんじゃないですか。はい、はい。もう何十年経ったかな、もうね。そうですよね。江戸や子猫さんが、ウグイスの方法結果をやってる横で。はい。僕のことって覚えてますか？そうですね。薄々っていうかね。はい。僕はすごく覚えてまして、学校が終わってから、本社の方、大理石でできた本社の方、はいはいはい、1階、2階かなんかで、デバッグやってたんですよ。はいはい、結構僕は、ダメな学生だったんで、はいはい、うとうとしちゃってたんですよね。忍たま乱たま落ちるもんパズとか、はい。そしたら遠藤さんが来て、おい、何寝てんだって言って、アイスを持って、はいはい、これでも食って、頑張れって、はいはい、そういういろいろやってくれたっていう、1年ですよ。いや、本当です。いや、本当だからお世話になったなと、はい。はい。で、あれですよね、お体の具合の方が。そうですね、去年ちょっとね、体調崩しまして、医者行ったらちょっとね、大腸がんのステージ4と言われまして、ステージ4っていうのは、乱暴で言うと、上から2番目っていうか、上から2番目、危ないという方が多いんじゃないですかね、それで、肝臓の方にも転移されましてね、大腸の方は手術して取ったんですけども、肝臓はちょっと手術できないんでね、医者からもう、残念ですけどと言われましてね。で、抗がん剤治療で今やってますので、今まさに岩田さんも肝臓の周辺で、はい、そうですね、同じようなもんですね、同じようなもんで、はい、岩田悟さんも、はい、そうですね、いつまで生きれるのか分かりませんけど、抗がん剤のもうね、ペットボトルで持ってこれで、これがそうですから、今もう胸に入って、いや、はい、そんな中で本当ね、でも来てくれたんですよ、はい、本当に。それで、じゃあ岩田さん、任天堂の話、山内さんとかもお会いしたことあるんですか？ありますね、はいはい、岩田さんとか、はいはい、どうでしたか、山内さん。
山口さんはすごい、まあ、方ですね。というか、あの、はい、あれですよね、うん、スーパーチャイニーズの1の頃に、はい、ナムコから出してるわけじゃないですか。そうですね、はい、その時とかもやっぱ山内さんとも関係とかはしてるわけですよね。でその頃はあんまりそのやってない、まあ、昔からうちの、あの社長がですね、はい、まあ、任天堂さんとは恋にしてまして、はい、まあいろいろそのいろんなことをやってましたんでね、はい、アカデミア夢之助社長ですよね。そうですね、はい、いや、つまりその僕たちの校長でもあるわけですね、うん、そうですね、この、はい、コンピューターアート学院の校長の、はい、ああそうなんですよ、うん、だから山内さん会ったら、実際会ったらどうなんですか。まあ、小さいですよ、まあ、オーラがすごいですよね。あ、オーラが、オーラがすごいです。はい、どんな感じなんですか。でも要するにその、まあ、昔の人みたいでほら今のように2を下がってこうね歩いてると、そういう感じで大体こう椅子が3つ隣のあたりに部長が座って、もうその間は空白なんですね。空白なんですかね、はい、あ、秘書の人とかいらっしゃるんですか。まあその時はまあ、あの我々と会ってる時はいないですけども、はい、でも我々と会ってるっていうことはある意味メーカーとそのファミコンのハードメーカーとソフトメーカーというのはこう本来だったらお願いする立場ではないんですけど、作ってください、はいはい、なのにそんな威圧してくるわけです。いや、メーカーに対してちゃんと、まあ、ちゃんとしてるけど、はい、横の、はい、うちの、社長とも担当にちゃんとしっかり話してましたしね。あ、本当ですか。はい、田中幸雄さんと山内さんが、はい、どういう話をするんですか。まあ、いろいろと、まあ、まあ、ゲームの話をよくしてましたね。こういうの出してとか、はい、いや、それすごいですよ、もうレジェンドとそう対等にやってるってことですからね。そうですね。ソフト、こんだけの、はい、だって、つまり、任天堂にとってもカルチャーブレイというのはヒット作をガンガン出してるんですから、そうですね、本当ありがたいメーカーなんです、はいはい。しかも、基本的には任天堂でしか出してなかったじゃないですか。そうですね。うちは任天堂だけでやってましたからね。はい。はい、そんな任天堂、はい、そうですね、うん。そんな任天堂さんから、その、僕のせいで、ちょっと、お叱りを受けたことがあるっていうことですね。それもちょっと釈明させて、はい、今回、はいはい、それを釈明するっていうのも一つの目的だったんですけど、はいはいはい、ちょっとあの、ちょっとですね、じゃあこれを見ていただき、遠藤さんのツイッターなんですけど、はいはい、あの僕が確かフォローしたら話しかけてくれたんですよ、うん、遠藤さんが、はいはいはい、なんかちょっと最初の頃なので遠藤さんもツイッターの使い方に試行錯誤してるような感じで、そうそう、初めて使ったもんですから分かんなくてね。あ、そうですね、はい、あの例えば、はい、これはですね、こんにちは、カルチャーブレンドの遠藤と申します。安野さんはレトロゲーム好きと聞きましたがって、その安野さんに向けてないのに、その全体に向けて安野さんは超人ウルトラベースボールご存知ですかって言ったりしてて、はいはい、これですね、自分に向けて6月19日、昆虫モンスタースーパーバトル、スマブラもいい、でも昆虫モンスターもいいぞって言ってるんですよ。その上なんですよね、問題は。問題のツイートはこれでして、僕に対して、こんにちは、いつもありがとう。でここだけの話、今度 Wii U バーチャルコンソールで、7月23日スーパーチャイニーズ配信、9月11日昼の件配信します。よろしくお願いします。だから僕、これすごく嬉しかったんですよ。うんうん、あ、僕のことをね、認識してくれて、こんな風に遠藤さんが言ってくれたんだって嬉しかったんで、あのこういう返信をしたんです。これを、このあれを RT することで、僕も数少ないカルチャーブレイン学院出身者として頑張りますって。これあのもうみんなが見えてる情報なんで、僕もそれに対してよしやった頑張りますって言ったら、そしたらその後あの怒られてたんで、そう、任天堂からクリーム来て、俺ツイッターの使い方知らなかったからさ、はい、まさかこう全体に流れると思わないから、はい、だからここだけの話ということ で、 そうですよ、ね、あなただけに教えたつもりだったのよ。そうですよね。そしたら任天堂からさ、はい、クリーム来て、要するにバーチャルコンソールはね、はい、任天堂作るんだから、あ、任天堂教えちゃダメだよと。だから2週間前とか1週間前には、はい、発売の1週間前には教えてもいいけども、はい、ダメでしょって言われてさ、ええー、と思って。これですね、怒ってるんですよ。今回の噂になってるけど、誰のせい、横田にしか出ていなかったのに、もう大変、ここだけの話は聞かないみたいですね。これは出さないでくださいよって、これももうあの出してるんですけど、うんうん、いや、これ言われて、あ、なんかすごく迷惑かけてしまったなと、きっかけ僕が作ってしまったんで、だけどちょっとそういうつもりもなかったっていうのもあります、うん、そうですね。はい。私のほら、使い方が分かんなかったからね、ツイッターっていうのはね。そうですね。そう、それがあの伝わってなかったら、うん、このまま僕はその口の軽い元学院のダメ野郎っていう認識のまんまなんかずっと立っちゃうの嫌だなと思って思い切って、なんでちょっと本当その説はね、申し訳ありませんでした。はい、まあ、私もね、ちょっと分かんなかったもんですからね。いや、でも、っていうふうにも怒られちゃって。いや、でも、それがきっかけで、任天堂に怒られてしまって、ご迷惑かけたんですけど、いやいやいや、それによって、この場が、うん、今日僕は作れたこともすごく嬉しいことなんで、うん、本当、いや、よかった、はい。で、さらにですね、その、僕だけじゃなくて、今回はですね、遠藤さんにお会いできる機会があるって言ったらですね、もう、業界がね、話題、騒然となりまして、だって、カルチャーブレインとしてニコ生に出るのが、ここが初めてなんですよ、ね。うん、そうですね、私も初めて出ますから。いや、これは本当ね、素晴らしいことなんですよ。うん。うん、なので、そういう中でですね、この超人ウルトラベースボールのソフトを
3000本所有してるですね。すごいですね。はい、僕の、その、まあ、同い年のね、腐れ縁の芸人の、ファミコン芸人の藤田さんがですね、わざわざね、ちょっと来てくれたんで、じゃあそちら側から藤田さん、いつものね、登場、ちょっと芸人さんなんで、結構ね、登場の仕方もね、癖があるんですけど、ちょっと、よければ、じゃあちょっと。じゃあ、藤田さん、お願いします。どうも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 よろしくお願いします。ひーじたんです。からの富士富士、からのマッハ富士富士、からの渡辺浩二直伝の左手の富士たんです。からの富士富士、終わらないじゃないかい。よろしくお願いします。はいはい、はい、今日長めに挨拶をさせていただきましたけどね、はい、遠藤さん来るということで、はい、はい、で早速ですけど、はい、藤田さん、やっぱカルチャーブレに対しては並々ならぬね、思いがあるわけじゃないですか、うん、そうですね、はい、はい、その前に遠藤さん、この人ってどういうことをやってるのか分かんないんですよね、うん、結構、うんうん、その他社のアトランティスの謎をクリアしたりとか、うんうん、他社で結構やってるところもありますけど、はい、でもカルチャーブレもありますよね。まあそうですね、まあその前に、はい、その前に今日遠藤さんに特別プレゼントを用意しました。特別です、本当に、はい、オレンジ色の藤田 T シャツです。これちょうどレアなんですよ、すごく。どうぞどうぞ、はい、あ、ありがとうございます、はい、あと名刺代わりのステッカーなんかもありますのでね、はい、海老原武史先生に書いてもらいましたね、これね。ゴミ、ありがとうございます。なんていうのもありつつ、はい、これね、しかもこの、うん、カルチャーブレーンではちょっと嫌ですよね、これほら、熱血校、国尾くんって、結構ライバルです。ライバルじゃないですよ、うちの。藤田くんって新しいキャラクターなんだ、うんうん。結構近い、はい、近いところにあるんですよね、なんか、テクノスジャパン。はい。ライバル。藤田くんですから、これ。なんでその、はい、テクノスの、これでも、テクノスの人が作った絵なんですよね。いや、これは芸人のデザイナーの人が作った。あ、本当ですか。大丈夫ですか、大丈夫です。まあ、じゃあいいですけど。うん、はい。これも某ね、挑戦状意識してますけどね。まあ、たけしのね、うん。はい。業界というか芸能界で、はい、まあ、超人ウルトラベースボールを一番持ってるんじゃないかと言われてるわけですよね。もう世の中でですよね。はい、でもこれなんか、うん、さっきちらっと聞きしたんですけど、はい、その遠藤さんが会社として廃棄したタイミングと、はい、藤田さんが大量に取得したタイミングが、うん、なんか廃棄したもの横流ししたってことですか、誰かの。じゃないですか。うん、ね、去年、僕はおととしあたり、ウルトラベースボール非常に、その他ものを全部廃棄しましたね。はい、廃棄っていうのは、普通はなくすべきなものですよね。そう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 。なんでそんな、こういうふうに横流し。そこの廃棄したところが、はい、まあ、まとめてどっかに流したとか。これ、まずいですよ。だから、つまり、その、片棒担いでるんで。いやいや、僕はだから、入手先に買った、お金払って買っただけなんで。いや、これだって、何千本買ったわけですよ。はい、安いとはいえ、数十万払ってるわけですよ。はい、だって、超人ウルトラベースボール3000本、はい、ヒルの剣3、ファイティングウォーズ、はい、スーパーチェンジ2、スーパーチェンジ3、はい、超人ウルトラベースボールの白の限定版、はい、これを各1000本ぐらい買ってるんで。まあ、ココイチのね、廃棄の数をさ、買っちゃう人といっぱいありますよ、みんな。まあ、食べ物じゃないから、まあ、これはいいんですかね、わかんないですけど。廃棄するっていうこの話はありなんですかね。まあ、本来なら廃棄処分で出したから、廃棄してもらっていけないんですよ。こういう箱で、そうですね、はい。これ20本の箱で。廃棄処分にもお金がかかるわけじゃないですか。かかりますね。それでまたそれを売って儲かれるなんていうのは、もう許せないことですから。まあ、確かにゲームボーイ買ってもヒルの剣ついてくるみたいなのあったじゃないですか。ありましたね。はいはいはい。キャンペーンありましたね。ヒルのバーチャルコンソールダウンロードでもらえるみたいなので、あげた方が喜ばれたんじゃないですか、これ。ああ、でも発送とかの手間がかかっちゃうし。ああ、難しいところですね。そうなんですよ。ただじゃないからな。そうなんですよ。そう人件費ともう発送料と、まあ、僕はね、後世に残すべくして、うん、まあ、ここに持ってもらってるのは絶対いいことだと僕は思いますね。はい、すね、我々カルチャーブレーンと直撃世代で、うん、僕は死んでもね、ジャンクアンテ吉田さんに行くわけですから、す、はい、絶対に守られていきます。遺品整理とかもつらないんで、はい、藤田さんのちょっとどんな芸をしてるのかのこのネタをですね、はいはいはい、ここで一発見せていただきたいなと、はい、じゃあまずこれをスーパーチャイニーズ2、スーパーチャイニーズ2、はい、懐かしい、これですよ。まあ、このゲームね、まあ、セーブじゃなくてパスワードなんですよね。はい、これまあ適当に入れたりするじゃないですか。はい、で、例えば、サイゴ、最後とかって入れると、まあまあね、はい、始まっちゃうわけですよ、入って。え？ 3 文字だけで？そう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 。うん。そう。最後で入れると、
エンディングが始まっちゃうんですね、これね。これは誰が考えたんですか？誰が考えたんですか？何ですか、これ。有名な人に考えてます。有名な社長が。でもこんな簡単だと結構、はい、ね、適当にやって入っちゃうじゃないですか。これはまあ想定されてたんですか？はい、そうですね。はい、裏技で。裏技でね。うん、まあ、ちょっと簡単すぎますよね、エンディングを見せちゃうっていうのがすごいですね、その発想が。はい、音が今聞いてもいいなって、これ、音も確かにいいですよね、スーパーチャイニーズ。そうですね、はいはい。これ、誰が作ってるんですか、音は。これはね、社長が考えて、まあ、歌手に作ってもらったんですね。社長がこんな感じでイメージとか。そうですね、はいはい。あの方はね、本当、この業界のね、もう、先駆者ですからね。夢の助プロジェクト。そうですね。飛龍の剣からスーパーシャインズ、はい、ウルトラフェイスボルトね。数々ヒットされて。飛龍の剣のあのガードの、はいはい、そのマーキングのシステムとか、はいはい、斬新ですよね、あれは。そうですね。あれが考えたのは、まあ、はい、ちょっと夢の助ですからね。まあ、一つのさ、結局下段のガード、中段ガードとかも、まあ、もしかしたら飛龍の剣なければ生まれてないんじゃないですか。そうですね。一種格闘技でできたのがね、飛龍の剣ですから。はい、まあ、飛龍の剣の拳だけど、はい、あれは、ね、蹴りがね、最強の技っていうね、ありますよね。飛龍の剣。そして、エンディング終わった後、ここで締められるんですね、はい、新作ニュースで締められるんですね、このエンディングはね。次回作は史上最高の野球ゲーム。全然その関係ないね。そう。エンディング、エンディング、ちゃんとやってもこのエンディングですからね。はいはい、最後、ウルトラベースボールの告知で終わるっていうね。すごいですね。っていうね、まぁ、ちょっと3も、これが、ね、大丈夫です。じゃあ、3もぜひお願いします。はい、ちょっと斬新ですね。全然その、スーパーチャイニーズの続編ならまだわかるんですよ。そう。全然関係ない。サンディゲットがまた面白いんです。あ、そこが新しいんですね。はい。まあ、3でもこういったね、パスワードがあるわけですよ。本当ですか、じゃあ。うん、昔あまりこういう宣伝ってやってなかったんですよ。あ、確かに。今でもやってないですね。うん。3では、このね、自粛されてます、これは。え？本当ですか？3ではなくなってます。で、まあ、続きは、これもね、パスワードなんですけど。はい。まあ、さっきは最後とかいろいろあったじゃないですか。はいすね、今度はね、あ、はいうとかかきくとかなんですよ。はい。ね、こう入れるじゃないですか。はい。入るんですよ。え、なんてか入れたんですか？かきくですね。かきく？これがね、まあ最強パスワードですね。本当ですか？そう、レベル50から始まって。どうしてですか？かきく。ああいうかきく差し数全部入るんですよね、これね。そうなんですね。そうなんですか？そうそうそう。分かんないようで分かるように作ってるから、そうなかなかそうないじゃないですか。あ、そうですね。そんな簡単なのついたんですね、これね。ついたのですけど、暗証番号が全部同じ番号みたいなね。うん、それはですね、あれですよ、あの、アクション RPG で初めてのゲームなんですよね。うんうん、それとあの、RPG で2人同時できるっていうのも初めてなんですよ。はいはいはい、これ全部すべてうちの夢スが考えたんでね。すごい。うん、すごいですよ。そうなんですよ。一種格闘技のね、ワン、ツー、スリー全部面白いですもんね。はい、うん、まあ、これもだから、まあ、マリオを抜いて1位になりましたよね、マルカスでは。あ、丸かつ懐かしいな。なね、スーパーチャイニーズ2かなんかの告知のチラシに、はい、スーパーマリオブラザーズが出たチャイニーズ2出るぞみたいなのありましたよね、チラシかなんかで。あと最後、じゃあさっき出てきた、はい、スーパーチャイニーズ2のエンディングでも出てきた、超人ウルトラベースボール、僕は3000本持ってる。こうやって本当、あの、地下芸人のライブとかでもこういうことやってるんですよ。そう、面白いことだけをつまんでね。はい。はいはいはい。まあ、こういうタイトルですよね。1989年のナンバーですね。まあ、始めると、何ですかね、まあ、紙スタッフみたいな視点ですか、うん、こんな感じになってて。で、まあ、超人って言ってるだけあって、すげえスピードの魔球とか出るんですよ。それが、デッドボールになるとこんな感じで、163キロみたいなね、シャーみたいな感じになるわけですよ。はい。163キロですよ、ね。開発者ですからね。知ってますよ、そんなの。はい、いやいや、それ知ってるでしょうね。はい、うん、まあ、でも超人ですからね。はい。こんな普通の直球だけじゃないんですよ。はい。魔球っていうのあるんですよ。炎の魔球っていうのがあるんですよ、はい、これがね、デッドボールになると、はい、どうなるか、ピコタン先生、わかりますか？なんだかわかります。僕も出身ですから、わかりますよ。はい、これがデッドボールになると、はい、砕け散ります。192キロが出てね、砕け散りますよ。はい、まあ、これ、ピッチャーだけが強いわけじゃないんですよ。これは新しいですよね、うん、当時ね。そう、そうです、野球ゲームとしてはこれなかったですからね。はい、そうそうですね。はいはいはい、それを夢の人が考えましたね。砕け散るようにしようと。やっぱ、ほんとね。そう、いたんですから。うん。じゃ、これね、ピッチャーだけじゃないんですよ。はい。こちらね、打者もね、はい、強いんですよ。そうなんですよね。まあ、例えば打者の技として、はい、これですね。こう、まあ、普通に取られちゃうじゃないですか。はい、でもこれ、打ってるんですけど、はい、こんな感じでできるんですよ。わかります？これなんて負けだっけな。負けというか、マーダーホーっていうんですかね。マーダーホー。はい。なんでしたっけ、こう、わかんない。他のは知ってるけど。
わかります？ロケット打法いいな。あ、ロケット打法。あ、それ面白いよ。これ多分ロケット打法かな。行きましょう、ロケット打法。ロケット打法。打つじゃないですか。これ気持ちいいよ。あ、自信です、これ。自信。自分だけはちゃんと動けるけど、みんな動けなくて。全員もうね、クエイクでね。そしてロケット打法来るのかな？これ行くじゃないですか。打って、これだ。あー、これピッチャーライナーだって思うんですけど、これのロケット打法だから、全員すっ飛んでくるってね。これ綺麗ですよね。面白いですよ。ちゃんと全員セカンド、センターね、くっついていくっていうね。うん。そして、守備でも、すごいんですよ。ファインプレーはすごい。例えば、こうね、これもう、確実にホームランじゃないですか、これ。はいはいはい。だけど諦めるの早いですよね、これね。そうです、早いですよ。スーパー守備で、このジャンプで、ちょっとのタイミング合ってないですけど、これタイミング合えば取ることができるっていうね。一応ね、はいはい、シビアなね。これもね、すごいです。まあ難しいですもんね。これ取るの難しいから。まあ、タイミングさえ合えばね、うまく取りますからね。まあ、というね、はい、超人ウルトラベースボールというね、はい、面白おかしいゲームの紹介でしたね。あ、ありがとうございます。まあ、僕は面白いところ抜粋したと思うんですよ、これ。まあそうですね。どうでしょうかね。そうですね、それは今、取れたと思います、ね。これを、やっぱり超人ウルトラベースボール知らない世代からすると、うん、藤田さん経由で知って、またこう、入るになっていくっていうね。ね、うん、ありますからね。なんで、ぜひ、これ、カルチャー、どうですか、こういう、地下でこういうことやられてるの、どうですか。うん、いいと思うんですよ、ね。あ、ほら、いや、ほら、いい。これ公認みたいなもんなんですよ。それはいいでしょう。はい。否定的な人って言います？いや、うちのコンテンツを使って、君は商売してるんですかみたいな。違う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 。だって、実際、黒字になってないじゃないですか。はい。これは、だから、若者に、今の世代に、あのレトロなね、そうですね、向けて、発信して、残していこうっていう、これはね、大事な活動なんですよ。いや、ありがとうございます。うん、はい。じゃあ、なんか、言い残したこととかありますか？いや、でも、これ本当すごいことなんですよ、僕たちが遠藤さん囲むっていうのは。そうですね、はい。じゃあ、まあね、はい。なんですかね、まあ、遠藤さんの前でやらせてもらうのもね、おこがましいんですけども、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ、スワリとかね、ゲームボーイとか、忍たま乱太郎とかもいっぱい持ってるんで、はい、今度ね、今回急な話だったんで、はい、僕、あれですよ、忍たま乱太郎で、うん、2か3かなんかで、学園にいたときに、リンゴを配置してくれって言われたんですよ。はいはい。ね、クリエイターの人たちから。だから僕、適当にマップがあって、配置したんですけど、うん、それがそのまんまゲームに使われてたんですよ。ああ、そうですか。あれ、僕が適当に配置したので大丈夫だったんですかね。まあ、出してるから大丈夫だったんですよね。リンゴは、そのマリオでいうところのコインみたいな感じ、うん、あ、それを、だから僕に配置させてくれたんですよ。だからよかったですよ。そういうのもね、いい思い出なんですよ。そう、忍たま乱太郎じゃ思い出深いですね。そう、焼きたてのロムを、いや、いろんななんか、ゲームボーイのなんか、特殊な機材に入ってる、焼きたてのロム、焼けたよーっつって、上から持ってきて、それをいじらせてもらうと。うん、デバッグをやった。あ、デバッグ、はい、やりましたんで、ほんと。そういえば、スーパーファミコンのスーパーチャイニーズワールドとか、あの辺も廃棄しようとしました、最近。一緒にやりましたからね。そうですよね。それも、なんか持ってるんですよ、新品も。まあ、なんか、横流しが。横流しなんかね、僕はお金を出して買っただけですよ。あ、そうですよね。はい、まあ、でも最近手に入れないですよね。まあ、最後はね。はい。あと、限定版のテレカも出回ってますよね、その時。一緒に、多分これと一緒に入ってたんじゃないですかね。ああ、でも白のパッケージね。そう、限定白のパッケージ。お宝なんですよね、うん、我々世代にとっては。ただ行き渡らないだけで。そうですね、うん。それが廃棄なんてなんか悲しいですけど。まあ、どんな事情であれば僕はね、まあ、そういうしてることですね。ここでこう、財産を残して、よかったと思います。はい、そうですね。潰されるよりは、こういう価値の分かる人に持ててもらおう。そうですね。そうですね。はい。まあ、まだまだね、話すことあるんですけど、まあ、はい、このあたりですか、僕は。そう、このあたり、すみません。いや、というわけで、藤田さんでした。はい、ありがとうございました。今日、これのために来てくれたんですか、わざわざ。ありがとうございます。